第一戦を迎えています。特に日本の選手は笑顔が見られました。さあ日本のスターティングイレブンです。ゴールキーパーが松永、ディフェンダーは堀池、柱谷、津波、井原、そしてミッドフィルダーに福田、は勝谷、武田、中山、川上、そしてゴールキーパーの前川です。スメット、パイロート、シリサク、そして7番のナティです。ミッドフィルダーにスラチャイ、タワチャイ、17番のランフェット、そしてフォワードは13番のキャティーサ、そしてサマンという17歳と18歳のフォワードです。一方のタイのリザーブですが、アッタポン、そして注目のピアポンが9番リザーブ。積み重ねてきたことを、はい、選手が自信持って90分やり抜くかどうかですよね。 100% に果たして仕上がっているかどうか見たいですね、はい、さあいきなり三浦、いきなり来ましたね。いきなりも見られましたね。さあ今度はタイのチャンス、日本のディフェンスラインが戻ります。さあ入っていってシュート、ご覧の13番。さあ左足、足首を痛めている三浦ですが、ゴール前、高木、そして福田、そして津波、チャンスですね。柱谷君ですね、はい、柱谷いいボール合わせて、あとまだ三浦、柱谷、森安、福田、さあ走る、カズシュート決まった、カズのシュート、1対0、前半の29分。いやー、いいシュートでしたね。カズの左足、見事な1点、日本。さあタイのチャンス、危ない、日本危ない、シュート、19番のサマン、さあタイのチャンス、ゴールキーパーは松永です、ね、ことですね、はい、さあタイのチャンス、ちょっとミスが目立ちますね。シュート、19番のサマン、ね、そうですね、上背がある分やはりいいロングパス、このサーブですね、はい、合ってますね。合わせて、まだあります、あ、誰もいない、誰もいない、競って、ここは大群映ってますけどね、はい、相手ディフェンダーと比べてかなり上背の差がありますので、あそこで潰れると面白いんですけどね、はい、さあ井原も突っ込んできた、またクリア、堀池、津波です、ラモス抜けない、チャンス、ラモスシュート、惜しいですね、わずかにオーバーしていきました、手前に高木、後ろに福田、柱谷が入ってきました、惜しい、そばランフェットさん狙って、落ち着いてますね、松永君は。サマン、そして13番のキャティさんが前に出ています。危ないですね。さあスラチャイ、12番のスラチャイ、津波、高木です、トラップしてシュート、惜しい、高木のシュート惜しい、こういったプレーですよね、センチリング、トラップしてシュート、三浦君ですね、ここはがっちり止めました。さあ45分を回ってロスタイムに入っています。ラモス、日本1点リード、終わりですね、ここで試合が終わりました。1対0。
日本勝ちました。タイを破りました。ワールドカップのアジア地区一次予選。